ラックランツリ橋ギルマー軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8693人であり、2000年の7160人から21.4%増加した。郡庁所在地はグレンビル町であり、同郡で人口最大の町でもある。ギルマー軍は1845年に ルイス軍とカナー軍の一部を合わせて設立され、軍名は1840年から1841年までバージニア州知事を務めたトマス・ウォーカー・ギルマーにちなんで名付けられた。ギルマーは後にアメリカ合衆国会議員となり、ジョン・タイラー大統領の政権では海軍長官を務めた。軍内にあるシーダークリーク州立公園ではキャンプ、狩猟釣り、 ハイキングを楽しむことができる。ウェストバージニア州フォーク祭が毎年6月に開催されている。グレンビル州立カレッジには地域に開かれたセンターや最新式の図書館があり、また州内にいたインディアンの手彫り取りの収集品を展示している。ギルマー群レクリエーションセンターには小さなゴルフコース、会議集会場、宿泊所がある。軍内には 国が認めた歴史的建造物が10カ所ある。メディアとしては、新聞のグレンビルデモクラット、パスファインダー、地域雑誌のトゥーレーンリビンがある。ウェストバージニア州道5号線沿いにあるギルマー連邦、強制施設は中程度警備の男性刑務所であり、軍内最大の雇用種でもある。2010年時点で、軍内には交通信号がグレンビルの町内に1カ所あるのみである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は340平方マイルであり、このうち陸地340平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.01%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。次のリストは、軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。ありがとうございます。